どうも、最近聞き始めたラジオは春と飛行機のグピグパグポでおなじみ北山カモイチネーションです。今日の動画は次に来るかもしれないバンド大賞2023 3月編でございます。よろしくお願いします。僕のチャンネルではですね、次に来るかもしれない、次にブレイクするかもしれないインディーズのアーティストをですね、毎月4組ピックアップしまして、こうしてご紹介しているわけなんですけども、その3月編でございます。これまで約半年ぐらいやってきたんですけども、その過去の回については再生リストね、見ていただければ一気に見るので、ついでにね、そっちも見ていただければ嬉しいんですけども、今月3月はですね、クリスピーカメラクラブとジ・オタルス、ハイカラ東京、ユーフォルクス、この4組をご紹介していきたいと思います。正直次に来るバンドとは言ってるんですけども、中にはバンドではない人たちもいます。はい、バンドじゃないやんっていうね、もはやもう次に来るインディーズアーティストといった方が正確なのかもしれないんですけども、正直そんなことはどうでもいいというか、いいものはいいんでね、紹介していきたいと思います。少しでも気に入った方はですね、ぜひ曲聴いていただいて、ライブにもぜひ足を運んでいただきたいななんて思っておりますので、ぜひチェックよろしくお願いいたします。というわけでぜひ最後までお付き合いください。それでは早速やってまいりましょう。はい、というわけでまず一組目はですね、 J-POP のど真ん中に行くかも、クリスピーカメラクラブでございます。このバンドは2016年に結成された3人組バンドなんですよね。ちょっと前まで4人組だったんですけども、今は3人で活動しております。そんなね、クリスピーカメラクラブメンバーはですね、ボーカルギターのミサトさんとですね、ベースの中根智弘さんとドラムのリンスケさん、この3人組なんですけども、それぞれね、ちょっと違った音楽的ルーツを持ってるんですよね。まずミサトさんはですね、幼少期の頃からスピッツをめちゃくちゃ聴いてたんですよね。ご両親が好きでよく聴いて育ったというふうに言ってたんですけど、そのスピッツで生まれ育ったというか、スピッツがよく流れる過程で育ちまして、でその後高校になってですね、 UK ロックとかガレージロック聴くようになったんですよね。例えばストーンローゼスとか、オアシスとか、ブラーとか、ザ・ラーズとか、僕が結構好きなところをね、聞いてるので、音楽聴く感じ結構僕と近い音楽好きなのかななんて思っちゃってたんですけど、でベースの中根智弘さんとかですね、オカモトズとか、ペガーノ・マリーズとか、黒猫チェルシーが好きらしいんですよね。他にも60年代の UK ロックも好きみたいで、例えばザ・フーとか、クリームなんかも好きみたいですよね。結構渋めのね、ロックが好きなのかななんて思います。でドラムのリンスケさんはですね、エルレガーデンとか、ゴーイングスティとか、結構そのパンクめのね、早いビートのバンドも好きで、で他にもサカナクションとかパフュームとか、ちょっとそういうテクノっぽい音もね、好きみたいなんですよね。こうして見てみるとね、結構音楽ルーツバラバラだなっていうね、感じするんですけど、まとまんのかなって感じするんですけど、これがまたいい感じにまとまってるんですよね。で、どういうバンドが好きな人にはおすすめかというとですね、スピッツとか、ユイとかが好きな人にはおすすめですね。それぐらいめちゃくちゃとっつきやすいです。なので、もしかしたらね、今後、今の緑黄色社会みたいな感じで、幅広い年代に刺さるバンドになるかもしれないんですよね。で、そんなクリスピーカメラクラブで僕が個人的におすすめしたい曲がですね、夏の抜け殻っていう曲なんですよね。この曲はですね、Spotify 見ていただいても結構再生数の多い方の曲で、いろんなね、方が聴いてるので、代表曲の一個なのかななんて思うんですけども、この曲にはですね、グリムスパンキーの亀本博樹さんも参加してまして、どういう形で参加してるかまではちょっと調べきれなかったんですけども、そういうプロデュースなのか、何かで参加しているんですけど、それだけあってというかわからないですけど、めちゃくちゃ聴きやすいです。で、さっき言ったようにスピッツを彷彿とさせるような感じなんですけど、 UK ロックの例えばオアシスとか好きな人も好きそうですし、他の曲にもなるとね、例えばアメリカのザ・ストロークスが好きそうな人に刺さりそうな曲調もあるし、すごいね、こうスピッツみたいな日本のバンドのエッセンスもありつつ、 UK ロックとか海外のそういうノリのいいロック、洋楽ロックの要素もうまいこと乗っかっているので、
まあ、どちらの好きな人にもね、刺さりやすいバンドだと思うので、このクリスピーカメラクラブ、今のうちにチェックしておくことをお勧めいたします。はい、続いて2組目がですね、シューゲイザーの入り口になる2人組、ジ・オタルズでございます。このバンド、このグループはですね、いとこ2人によるシューゲイザーデュオでございます。2人組ですね。バンドと言っていいのかっていう、ちょっと疑問ではあるんですけど、で、さっきも言ったように、このデュオはですね、シューゲイザーと言われる、まあ、ジャンルのね、グループなんですよね。まあ、シューゲイザーっていうのはですね、シューズとゲイザーね、靴を見る人っていうような意味なんですけど、それぐらいに下を向いて、音は爆音で鳴らすっていうようなジャンルなんですよ。で、このグループは自称世界一とっつきやすいシューゲイザーっていう風に名乗ってまして、それだけあってね、めちゃくちゃ聞きやすいです。はい。入り口としてすごい適切なグループなのかなと。シューゲイザーっていうジャンルを聞き始めるにあたってめちゃくちゃ入りやすいデュオなのかななんて思います。で、このジ・オタルズのメンバーはですね、ジュン・ファックスさんとマリナ・タイマーさんの二人組なんですよね。ジュン・ファックスさんがギターボーカルで、マリナ・タイマーさんがベースボーカルなんですけれども、もともとこの二人はですね、もう一人のメンバーとですね、スリーピースバンドのリッチ・マッチョ・ジェントルマンっていうね、バンドやってたんですけども、このバンドが活動休止になっちゃったので、今こうしてジ・オタルズをやってるわけなんですよね。で、このリッチ・マッチョ・ジェントルマンっていうね、バンド名もめちゃくちゃ面白いなと思ったんですよね。もしかして中山きんに君のことなのかなと思ったんですけど、まあ、その辺はちょっと分かんなかったんですけどね。でもこのバンド、このグループ、どういうのが好きな人におすすめなのかというとですね、スーパーカーとかね、パスピエが好きな人におすすめですね。まあ、パスピエはですね、曲によっちゃパスピエ好きそうな人に刺さりそうだなっていう感じなので、基本的にスーパーカー、特に初期のね、デビュー当時のスーパーカー好きな人には刺さりそうですね。まあ、というのもね、このボーカルのジューン・ファックスさんの声がめちゃくちゃスーパーカーの中高さんっぽいというか、なんかそういう風に聞こえてしまいますし、ベースボーカルのね、マリナ・タイマーさんの声がね、すごいパスピエの大御田さんっぽいというか、めちゃくちゃ似てるというかね、ちょっとそう言うとあんま嬉しくないかもわかんないんですけども、めちゃくちゃなんか寄せてんのかなってぐらい似てる気がしちゃってるので、その辺のね、この2つのバンド好きな方はぜひチェックしていただきたいなというふうに思っております。で、そんなジオタルズの、曲の中で僕がまあまずおすすめしたいのはですね、スタインバーグに憧れてっていう曲なんですよね。まあ結構このグループはですね、曲名がちょっと面白いというか、スタインバーグに憧れてっていうのはちょっとね、あまりこう、わかんないというか、スタインバーグがよくわかんないっていう感じだと思うんですけど、曲名も面白いのでね、ぜひ曲名もチェックしていただきたいなと思うんですけども、まあ、かなりシューゲイザーの曲の入り口としてはいいのかななんて思います。で、あとこのジ・オタルズの特徴として、アートワークがアニメキャラクターなんですよね。まあ、わかりやすく言うとゴリラズみたいなもんでね。こう、いわゆるアーシャってありますよね。もう演奏してる人、バンドの写真が潜在写真みたいに使われることあると思うんですけど、それが自分たちの写真じゃなくて、まあ、アニメキャラクターのアートワークなんですよね。それもすごいね、こう、海外的なエッセンスというか、まあ、多分ゴリラズ意識してるんだろうなって感じはするんですけど、結構シューゲイザーっていうジャンル、日本ではあんまりメジャーではないというか、結構海外に多いジャンルの、まあ、ロックなので、海外を意識している二人組なのかななんて勝手に思っております。もしかしたらこの二人組がですね、日本にシューゲイザー旋風を巻き起こすかもしれないですね。はい、続いて3組目はですね、日本語ポップスの正統後継者、ハイカラ東京でございます。まあ、このバンドはですね、2020年に結成されたバンドでですね、このバンドのコンセプトがですね、20s 東京のハイカラミュージックっていう、まあコンセプトを掲げているんですよね。まあ、ちょっとこのコンセプト聞いただけではね、ちょっと何言ってるかわかんないですっていう風になっちゃうかもしんないんですけど、まあもうちょっとわかりやすく言うとね、現代のリアルな東京の街場の感覚をポップミュージックとして表現しているバンドなんですよね。で、このバンドのメンバーはですね、斉藤淳之介さんを中心としたグループなんですよ。で、他のメンバーの情報が出てこなかった
ったんで、もしかしたら斉藤淳之介さんを中心として、まあ、他の固定メンバーいない形なのかななんてちょっと思うんですけど、そのあたりちょっと分かる方ね、いたらぜひコメントで教えていただきたいんですけど、で、このハイカラ東京なんですけど、先ほども言ったように日本語ポップスの、まあ、正当な後継者になりうるんじゃないかななんて勝手に思ってるんですよね。というのもね、ハッピーエンドとか、レミオロメンなんかからも影響を受けてまして、まあ、綺麗な日本語で美しいメロディーで歌うっていうバンドなので、まあ、かなり老若男女に愛されそうなバンドだなというふうに感じたんですよね。で、そんなハイカラ東京がどんな人に刺さるのかというとですね、例えばザ・シェフ・クックス・ミーとか、ナルバリッチとか好きな人にもしかしたら刺さるかもしれないですね。まあ、ナルバリッチほどすごいおしゃれ度合いというか、おしゃれではないんですけど、やっぱりそのメロディーの感じとか音の質感は結構近いような気がしたんですよね。で、そんなハイカラー東京で僕がおすすめしたい曲がですね、気持ちいい言葉っていう曲なんですよね。これ結構最近の、まあ音源のリード曲なので、最近のハイカラ東京の代表曲の一つなのかなというふうに思うんですけど、まあ、この曲聴いていただけるとね、結構そのさっき言ったような老若男女に愛されそうな感じというか、これ嫌いな人いないでしょみたいな、ポップス、ポップミュージックなので、ぜひこの曲から入っていただければいいのかななんて思います。まあもしかしたらこのハイカラ東京、数年後にはフェスで引っ張りだこになるかもしれないので、今のうちにチェックしておいた方がいいかもしれないですね。はい、続いて4組目がですね、ジャンルレスの芸術的ロック、ユーフォルクスでございます。このグループはですね、2016年に活動を開始しているんですよね。まあ今グループと言いましたけど、厳密に言うとグループではないんですよ。はい、まあ、メンバーとか、編成をね、固定してないんですよね。まあ、ソロでやったり、少人数でやったりとか、まあ、フルバンド形式で大人数でやったりとかって結構、その場合場合によって、ライブによって結構編成変わったりするので、まあ、バンドとかグループっていう呼び方よりも、プロジェクトというかね、そういう言い方の方がしっくりくるかもしれないですね。というのも、この、まあ、プロジェクトのメンバーはですね、小池博之さんが中心になってるんですよね。で、この小池博之さんという方はですね、もともとマグワンプスっていうパンクバンドをやってる方なんですけど、このユーフォルクスではですね、結構パンクではなくて、思いっきりサイケデリックロックがベースになってるんですよ。まあ、なので、このユーフォルクスだけ聞くと、本当にパンクバンドやってんのってぐらい、全然音楽性違うんですよね。まあ、なので、サイケデリックロックちょっとわかんないなというかね、とっつきにくいなって思ってる人はね、もしかしたらあんまり聞き馴染みがないかもしれないんですけど、これがまためちゃくちゃかっこよくて、コンセプトアルバムのホアっていうのを出してたんですけど、これがめちゃくちゃいいんですよね。で、その中でも特におすすめしたいなと思った曲がですね、ホアのセブンっていう曲なんですよね。まあ、ホアカッコセブンと書くんですけど、このホアシリーズの7番目の曲が僕めちゃくちゃ刺さって、めちゃくちゃかっこいいなと思ったので、まあやっぱりその、ちょっとね、とっつきにくいサイケデリックがベースになってるんですけど、そういうその、まあ、いわゆる歌物ではないんですよ。ね、みんなでカラオケで歌えたりとかっていう曲ではないんですけど、聴いててめちゃくちゃかっこいいというか、これライブで生で見たらめちゃくちゃ痺れるだろうなっていうような曲なんで、まあね、ちょっとそういう、まああんまりそういうの聴かないよって人もね、楽器のかっこよさというか、演奏のかっこよさに痺れる曲なんで、まあ、試しにちょっと聴いていただきたいなと思っております。で、そんなユーフォルクスね、どんな人におすすめなのか、どういうバンドが好きな人におすすめなのかというと、まあ、例えばキングヌーとかね、まあ、クロイとか、その辺のバンドが好きな方にはおすすめでございます。まあ、正直キングヌーもね、今すごい売れてますけど、あんまりそのみんなで歌えるようなね、いわゆるミスチルとかサザンみたいな音楽性じゃないじゃないですか。なのにあんなに売れてるっていう意味で言うと、もしかしたらこのユーフォルクスもね、意外と将来チャートを賑わす存在になるかもしれないので、今のうちにチェックしておいた方がいいかもしれないですね。はい、というわけで、次に来るかもしれないバンド大賞2023 3月編と題しまして、4組のインディーズアーティストを紹介してまいりましたけども、いかがでしたでしょうか。クリスピーカメラクラブ、ジ・オタルズ、ハイカラ東京、そしてユーフォルクス、この4組ね、それぞれちょっとずつジャンル違いますけれども、どれもめちゃくちゃ良くてめちゃくちゃおすすめです。
はい。なので、Spotify とか Apple Music とかそういうサブスクサービスとかね、YouTube にもミュージックビデオ上がってると思いますので、ぜひね、何か一曲でもいいので、試しに聴いていただいて、まあいいなと思っていただいたならば、音楽聴いていただいて、ライブにもぜひ足を運んでいただきたいなと。いうふうに思っております。はい、というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければグッドボタン、そしてチャンネル登録マジでよろしくお願いいたします。というわけで以上、キタヤンカフジェネレーションでした。ではまた。最近ね、チャット GPT っていうのがね、話題になってますよね。簡単に言うとね、 AI なんですけど、例えば何か質問をしたら AI が文章をバーって作ってくれて、まあ、答えてくれるみたいな、そういうね、まあ、チャット AI が話題になってまして、まあ、チャット GPT ですね、チャット GPT がですね、LINE でも使えるようになったというか、LINE で使えるようにしましたよみたいな、まあ、普通のというか一般の方というか、作っていて、まあ、その LINE で使えるようになったというのを知ってですね、ちょっと使ってみようかしらということで使ってみたんですよね。かなりこう LINE だとね、サクサク、まあ使いやすくていいんですけど、まあ手始めにというかね、まあなんぼのもんじゃないという思って、まずキタヤンカンフージェネレーションについて教えてって言ってみたんですよ。俺出てくんのかなみたいな、ちょっとそういうので見てみたらですね、驚きの回答が返ってきまして、それが何かっていうとね、読みますね。はい。キタヤンカンフージェネレーションは、日本のアマチュア格闘技団体、キックボクシング&マーシャルアーツ北山所属の選手たちのことを指します。まずここで違うっていう。何一つ合ってないです。はい。で、まだ続きがあるんですけど、この団体は、1976年に北山治によって創設され、キックボクシング、ムエタイ、空手、柔道、プロレス、格闘技など、様々な技術を総合した独自の戦闘技術、キタヤンカンフーを提唱しています。意味がわかんない。どういうこと？ね、独自の戦闘技術だったの？っていう。すいません、ちょっと無知で知らなくて、すいません。で、さらに続きがありまして、キタヤンカンフージェネレーションは、このキタヤンカンフーを駆使し、独自の戦い方やテクニックを持つ若手選手たちのことを指します。彼らは日本だけでなく海外でも活躍しており、日本の格闘技シーンにおいて今後ますます注目を集める存在となっていると言えます。意味がわかんないです。え？若手選手たちだったん？これ。すいません、世界のどこかでね、こういう、キタヤンカンフーという、独自戦闘技術があって、それを継承した若手選手たちを指した言葉を僕が勝手に使ってたっていう可能性が浮上しまして。ちょっとすいません。申し訳ございません。謝罪動画出さなきゃいけないっていう、勝手にすいません、使っちゃいましてと、アジカンより先にそっちに謝罪するっていう。何なの？この AI。AI をね、まだ信じちゃいけないっすね。はい。チャット GPT でね、なんかそれっぽい文章出てくるんですけど、やっぱまだまだ嘘が多いというかね、全部架空ですからね、今言ったことね、何一つ合ってないというか、何なんですか、まずその、キックボクシングとマーシャルアーツ北山に所属してないし、何ですか、アマチュア格闘技団体。アマチュアっていうの腹立つわ。せめてプロにしてくれよ。アマチュア格闘技団体、やだわ。で、北山治さんがね、作ったんですよね。キックボクシング、ムエタイ、空手、柔道、プロレス、格闘技、いろんな、まあ、世界各地のやつを、まあ、うまいことミックスさせて、キタヤンカンフーっていうのをね、作ったっていう。北山治さん連れてきてくれよ。太郎から。本当にね、もうチャット GPT、まだまだですね。はい。まだまだその AI が俺に追いついてねえっていうことで。まあ AI に認められるぐらいね、まあ、有名なというか大きなチャンネル、そして YouTuber になっていけたら嬉しいなと思っておりますので、皆様ぜひ、応援よろしくお願いしますということで、次の動画もぜひ見てください。というわけで、以上、キタヤンカンフージェネレーションでした。ではまた。